来ました。前よりもさ、すごい雪あるから。行こう行こう行こう、早く行こう。来ました。寒いですね。寒くありまして大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあいつもよりも何を食べてるんですか、あなたは。カナハン君の水槽じゃ。美味しいですか、うん、寒かったね。面白かった。面白かった。よかったね。あ、開いていない。おでこぺろーん。え、する。うん、おでこぺろーん。あ、かわいいね。キュピちゃんみたい。バイバイ。バイバイ。出ました。いくらのおにぎり。かずきの大好きなおにぎり、うん、いくら。いいね。お風呂上がりのイクラちゃん、どうですか。おいしい。おいしいです。あら、イクラどこ行ったんですか。あそこ行っちゃった。へぇ、いた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 。イクラ発見。犯人はどれだ。お前だ。お前にあまり来すぎないでよ。怖い怖い怖い。じゃあ行くね。あぶら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 。です。今から寝ます。つい最近ホテルに来てもう夜になりました。明日本お国言葉でのど自慢の本番なので、と少しは早く朝起きて練習したいと思います。バイバイ。プリンではない。ん、プリンでは、うん、ごちそうさま。おはようございます。さあ、もう少しでもうお出かけですわ。うん。大丈夫ですか？ずっとダンス頑張って、あと質問とかされたらテキパキと喋ること。ご飯いっぱい食べましたか？うん、食べた。寒いね。寒いですね。皆さんどうでしたか？私が今持っているレトロフィーは2月の3日に放送されたお国言葉でのど自慢でもらったトロフィーです。お国言葉でのど自慢では私は初めて出てチャンピオンを取りました。歌った歌は星野源さんが歌っている恋と、ピコ太郎さんが歌っている PPAP です。お客さんがたくさんいて、スペシャルゲストの小田井夏子さんもいて少し緊張しました。 そして少し歌の時に声も少し出なくなったけど、でも上手に歌えたので良かったです。バイバイ。